バケモン。鶴瓶のスイッチが入った。いつまでジロジロ見てくれたの、あんたは。金返したの。右足首を切断。交換で殴り倒そうかな。急いでメモ。ここ宗教家ってみんな自戒しようよ。恐ろしい形相だった。それよりもそこで言われてることが台無しやんか。どうでしょう。命がけでようこそ。バケモン。映画のナレーターを務めた香川照之です。私にもよう分かりませんでした。